んで縛られてんだよ。はい、ということで、借金なんだけど、ちょっと返せそうにないかもしれない、くんさんです。ただ、あと2日あるからな。手持ち32,900円、ちょっと黒くなってるんだが、32,900円で、借金5万円、あと2万円か、2万円なら、嫁バイトさせりゃなんとかなるかな。ってことで、デイリースクラッチを削っていきます。3箇所削って、羽のマークの数や金の羽プレゼント。羽、俺は来てるぞ。ここも羽が来る。羽、はい、俺の羽センサーが稼働している。いや、あえてここだ。はい、ということで、羽、金の羽2枚。これ1日1個もらえるっぽいね。あ、カナリアのセセリー、最近調子を来てくれ。うわ、出た！営業メール！営業メール出ましたね、これ。セセリさん。いいね。ちょっとギャンブルしようか、まずは。宝くじ意味ねえからな。宝くじどうした？あー、当選？え、ちょっと待って、俺、なんか持ってたっけ？ストップ、一桁目3。あ、俺これか。いきなり終わってくね。4、3、4。え、ダメじゃん。え、全然こんな当たるわけないじゃん。当たりっこねえだろう。あ、下一桁賞でも300円もらえるのか。え、ダメだな、これ。え、ダメだ。こんなやっちゃダメだ。宝くじ一番しょうもない。競馬ならやっぱり。やはり、俺には競馬しか残されていない。次のレースの準備をしています。トイチヒさん、鬼嫁、お、なんか、火の車。金がねえぜ。行こうか。目押しさえちゃんとできれば金がねえぜでもいける。行くぞ。現在1位。あ、無理しなくてもいいな。ボン！危ない。え？いや。難しくね？もう一回行こう。ここまで来たらもう、金がねえぜ。いや、これ、取り返すしかない、もうこれ。取り返そう。これ3万円だ。有利キャラ相手はありません。いらん、そんなものは。これは絶対行くよ。ここ行かないともう借金、返済マジでできないからね。よっしゃ！おい、おっさん、今日何の日か分かってるよな。あ、ほほー、いいもの持ってるじゃねえか。え、いいの？これでお前の借金はなしだ。え、マジ？じゃあな。ほう、こうして俺の借金生活は終わった。これであの柄の悪い連中を見ることもないだろう。これから嫁と子供のために真面目に生きよう。もう苦労はかけられない。じゃあ会社に行ってくる。え、お前就職できたの？あなた、私本当に嬉しいわ。お仕事行ってらっしゃい。パパ行ってらっしゃい。ああ、行ってくる。何お前部長みたいな顔つきになってんだよ、ちょっと。なんか重役みたいな顔してるけど、お前この年まで何もしてこなかったんだろ。働くことはこんなにも大変だとは。居場所がなくなった俺はまたギャンブルに。お、今日はめっちゃついてんじゃん。めっちゃ買っちゃうんじゃね？兄さん調子いいね。もっといいギャンブルあるんだけどどう？お、いいな、それ。俺は怪しいギャンブルに手を出した。勝てば大金が手に入る。どうだ、俺の人生一発逆転だ。甘かった。勝てたのは初めだけで、あとは負ける一方。負けを取り戻すためにさらに勝負して負ける。気がつけば借金が増えていった。あなた、これはこんなお金どうするのよ。あ、いや、それはだな。まあ、また返せばいいんじゃないか。ママ、それなーに？こうしてまた借金生活が始まった。おい、なんだこれ。てめえの次の借金を決める。そう、ボタン押せ。よく狙って止めることだな。なんで縛られてんだよ。何これ、20、え ?25? ちょっと待って、やばいのない ?30 万とかっていう。大丈夫、俺はついてる。15万を狙うぞ。あ、普通に結構やばくない？ 25 万返すの？え、絶対無理だよ。え、絶対無理だよ、そんなの。さて、あと7日で5万円返せばいいのか。どうした？ステータス。レベル5、庶民級。連続返済回数2回。今までの返済額10万円。借金完済1回。何これ、アルバムって。ここまでで完済した記録を見ることで、いわば俺の人生の記録だな。ほう。まだ落ちぶれてはいないらしい、まだ。バイトさせるか。バイトしに行っておいで。飲食店だとな。でもこれ確実に2500円儲かるけどさ。返済日まで、これはどれでアンロックできるんだ？小金持ち級以上。マジでこれギャンブルしないとこれ話になんねえな。スロット。一発で当てるか、一発。一発当てないと無理だよな、センスロ。やはり一発ジャックポットを当てなければ無理って感じな気がするよね。トントントン、はい。トントントン。ボンボンボン。リーチ。あ、これ3000プラスになるんだ。あー、星2個でもなるのか。あ、この前、キャバの姉ちゃんにもらったアイテムのこと忘れてたぜ。スロットで当たりやすくなるって言ってたな。ちょっと使ってみるか。37。スロットで当たる確率は 40% アップ。めっちゃ上がるんじゃね？はい。か、あ、でもまあまあまあ、でもちょっとずつ金にはなってきてんな。おお、
あー手持ちちょっとずつ増えてんのかな。でも増えてない気がするよね。おプラス10、1万円きた。あー少し増えたか。あーこうやって脳死で回すんだろうな。俺さ実はさリアルでパチンコ行ったことないんだよね。なんかずっと回すだけだからつまんねえって思ったけどさ、なんかこう脳死してやれるっていうことに関しては、まあ、なかなか、まあ、脳死じゃないなんか戦略があるのかもしれないけど、こう何も考えずにこう やり続けれるっていうのがいいかもね。これダメだな。これも自利品じゃん。スロ取りは自利品。やはり競馬、俺にはこれしかない。オンボロ競馬場でもね金がねえぜね。俺のひいきにしてるさお馬ちゃんなんだけどさ、全然こいつ当たんないんだよな。だから不思議なぐらいなんか当たんない。やっぱアイテムゲットして使っていかなきゃダメなのかもね。やっぱり投資が大事なのかも。おい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 、現在4位じゃねえかよ。来た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 。やっぱ黄色当てたらこうなるのか。来たぞ56,000円。これでバイト応援するか。6000円でこれ、スロットの軍資金じゃん。ギャンブルっていうのは軍資金がものを言う。頑張ってくれ。真面目にコツコツ働くことが大事だぞ。でもこういうこうやって働いてる人がいるっていう風に考えると、なんかこういうさ定食屋さんとかでさ優しくしてあげなきゃいけないよ。ギャンブルをしてるね、こう夫の代わりにね、こうアクセク働いてるね人もいるんですよ。これ子供なんか独り立ちしたら間違いない。これ離婚コースだよな。これ間違いないね。バイト終了。バイト代6200円を受け取りました。今日は特売日ね、行かなくっちゃ。おいおい、ダメダメ。バイトしてちゃんと。それはダメだよ。そう大事だけどね、特売日とかももちろん。だけどやっぱバイトありきよ、そこは。あー、金がねえぜ、トイチヒさん。いや、ここはね、こっちの車あたりでちょっと、無難に勝ちに行く。そんな、運はね、長く続かない。日の車で行く。行くぞ。まあ、2.5 倍で。だけど、これで勝って、キャバに行くのが目標だ、俺の。あ、1位じゃん。首が回らん。結構なんかこいつ行ってるよな。いい線、毎回こいつすごいいい線行くんだよ。これ意外とさ、こう鬼嫁とかさ行けんじゃね。これ行こうぜ。臨済まで1日だが勝てばいいんだ。行こう。これでちょっと行ってみよう。間もなくレースがスタートします。マジでショックなんだけど。フィーバーキャンペーン5000ソロいくか。あ、10回転フィーバー状態のチャンス動画を見ますか。あ、さあフィーバータイムだ。これは間違いないだろう。全然フィーバーしてませんよ。フィーバーしてない。ちょっと待って、全然フィーバー要素がない。バーも来ないし、ちょっと待って、破産する。おいおい、破産するぞこのままだと。頑張れ。これ返そう。とりあえず借金返す。借金取りが自宅に来ました。こいや、おい牛島、さあ返すぜ。おっさん、今日は何の日か分かってるよな。最低5万。いや、それ5万返してやるわ。最低じゃない、これが最高金額だ。俺の毎度あり。ちゃんと返してくれるなら文句はねえよ。次もしっかり頼むぜ。ねえあなた、もう少しいい部屋に行かない。レベル6に引っ越しますか。次の返済額、引っ越し代ゼロ。あー引っ越し代かかっちゃうのか。いいのいいの。お金かかんの。ちょ引っ越しちゃうじゃん。荷造りしなくちゃね。おー悪くないな、小金持ち級。俺の金持ちライフが始まるのか。バイトはどうだ、調子は。頑張れ。バイトもいいバイト行ってほしいよね。じゃ手持ちがないからさ、軍資金がないから、これバイトさせるしかないぞ。1万はないとちょっとギャンブルに行けないよな。減少円になるな、これ。働きすぎだ。見る、これ。よーし、OK! 6200円。頑張った。今日もバイトお疲れだな。はい。じゃあ、間髪入れずに。おー、なんかいいね。なんかブルジョワジーな服着てるじゃん。ピンクで。最近パチンコ多いような。うるせえ、黙れ、バイト。スーパーのレジ8700円。いいね。バイトしてきてくれ。あ、いいじゃん。なんか、いいよ、いいよ。ありあり。じゃあ、俺は、競馬で一発当てに行ってくるわい。金がねえぜで。しょうがないから、50枚にしよっか。よし、50枚で行こう。さあ、行こうか。あ、一応1位か。あ、だいたいね、なんかちょっと分かってきたかも。この黒のちょっと後ぐらいでね。よしよしよし。黒のちょい後ぐらいで押すとね、こういけるわ。なんとなくちょっとコツがつかめてきたかも。さあ、
この競馬マスターの俺には首が回らん。トイチヒさん、鬼嫁。鬼嫁行くにはやっぱりちょっとでもあれがないとな。キャバ行って、ちょっとこれで勝ったらキャバ行こう。これでキャバ行って、でキャバでこうアイテムゲットしてから鬼嫁行こうぜ。あー、3位か。これがプロゲーマーよ。俺うまいかも競馬。俺競馬の才能あるかもしんねえな。いや悪くないね。これでキャバクラに、あ、ちょフィーバーイベントって戦えて、すまん、女の子たちすまん。フィーバーイベントだから、さあ行こうか。フィーバースタート。え、あー、もうマジかよー。でもこれフィーバータイム行ってたらいつかこれ来る。もうマジか。おい、社交心煽るね。社交心煽りすぎとちゃう？ちょっといいね。やっぱりフィーバータイムにしか行っちゃダメだな、これ。フィーバータイムにしか行っちゃダメまである。あー、くそ。よし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 、まあ悪くない。これフィーバータイム終わったな、うん、まあまあまあ、もう帰ろう帰ろう帰ろう。キャバクラ行くぞ。そして俺はキャバクラ、ん？ナイトバード、なんだこれ。ほー、松葉モデルサバサバ系たっぷりサービスしてあげる馬ひづめブレスレット。ほー、この子はハラミ、上手におもてなしできるよう会話術を磨き中。あ、こういう子いいや。モモ、ノリノリ系、お酒飲むの。あ、こういう子でも俺好きだよね、俺は。ラッキージッポ。いや、でもこの、一回1位行ってみようぜ。一回このトップの子やってみよう。出た。あー。指名はありがとう。今日は、貢ぐ。え、どうする？これか。馬のひづめ、ネックレス。3万円？これどう？あ、来た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 。超イケメンだろ。ありがとう、嫌いじゃないよ。ドンペリとか、ちょっと待って、きついって。吸い取られた。相当吸い取られよるぞ。相当吸い取られよる。おなんかが、あ、なんかわいい今の。なんか今のだけめっちゃ可愛くなかった？ほう。あの、お金がないんだけども、全くゼロと言っていいほどに。バイトは？俺も頑張るからさ、頑張って汗水垂らしてくれ。あと2日で7万円を返すの？本気？どんだけ競馬でバカ勝ちすれば返せるんだ？いや、でも舐めてたな。キャバの貢ぎ舐めてたな。でも可愛いあの子の顔を見るためにはやっぱちょっと貢がないとな。すまん、キャバクラで全部お金使っちゃった。完全にクズのお金の使い方したな、俺。な、ついつい。え、でも女の子が、俺、おごるのちょっと好きだからな。女の子の可愛い顔が、好きな子の可愛い顔見れたら俺、おごっちゃうよね。全然、いくらでも。ちょっとそういう素質あるかもしんない、俺。ちょっとスーパーのバイトでどうにかできる。さすがに1000ソロじゃなきゃ無理だな、これ。5000ソロ行きたかったけど。ボン、ボン、ボン。くれないのか。いやー、フィーバータイムとはいえだな。当たんないときは本当に当たんないな、これ、フィーバータイム。これ嘘だろ。これ嘘じゃん、これ騙されたんだね、このお店に。設定6って聞いたぞ、俺。おい、全然出ねえじゃねえかよ。ちょっと。おい、おっさん、今日何の日か分かってるよな。誰買ったの？あ、お母さん、7万円でしょ？ 7 万円お母さん出してくれる。年金暮らしだけどさ、ちょっとは蓄えあるっしょ？退職金とかさ。お父さん、退職金からちょっと、7万円でしょ？息子を救うためと考えたら7万円なんて安いものでは？むしろ払わない親の方が問題があるまである。払わない方おかしい。逆に。そこまであるね。払わない方は逆に変。妹。妹は無理。ちょっと待って。あと2回。え、先生？え、先生、まさかの先生？え、マジ？全然借りれないんだけど。うっそん！うっそん！か、羽でしのいだ。今日はこれで勘弁してやる。次は用意しとけよ。え、マジか。じゃ、これ頑張んないとやばいね。まずバイトだ。バイトでコツコツバイトで稼がせるわ。
それで行こう。